感がなさそうだ。スケジュールを確認するぜ。ならば手を貸そうか。ただの危機管理の一環だ。さすがに庭園の残党もどきが学校地下に潜伏している事態は見過ごせないからな。本来なら我々に任せるべきところだろうが、いずれも庭園にゆかりのあるもの、参考人として連れていく価値はあるが、ただし一般人である以上私の指揮下に入ってもらおう。では地下の攻略を開始する。おのおの気を引き締めてついてくるがいい。はあ、一息つけたな。交代。任せてちょうだい。お任せください。俺が行く。行くよ。行くわよ。どうやら中世の遺跡のようだな。となると学校が建てられる前から存在したわけね。この分だともう一つの推測も当たりかしら。先輩、進めばわかると思うわ。この場所の正体が。魔法攻撃が有効じゃない。敵の集団、厄介ですね。庭園の…しつこい…全員バラバラにするよ。やはり少々違和感があるな。なぜこんな代物を運用している。強敵だな。注意するぞ。悪くない宝箱だな。
良さそうな宝箱です。元執行者、殲滅天使の脅威度は健在のようだ。あら、今の私はどこにでもいるようなただの実証の生徒会長よ。大陸中を探してもいないと思いますけど。良さそうな宝箱です。良さそうな宝箱です。ここなら休めそうですね。元気が。行き止まり。だがこの先は。ええ、いるわね。かなり厄介そうなのも。待って、この気配は。これってまさか、お二人が遭遇したっていう。デミグレンデル。ほう。例の連続猟奇殺人事件に噛んでいると思われる謎のシャード体か。なぜこんなところで現れるのか、実に興味深いな。こいつらが出てきたってことは、まさかこんなところまでやってくるなんて。ようやく見つけたぞ、赤い妖精。まさかこんな場所に潜んでいたなんて。あのまま死んでいれば幸せだったのに。いいわ、余計な連中もろともここで始末してあげる。待ってください。学校を襲った二つの事件、それにナーディアちゃんが狙われた事件も、あなたが引き起こしていたんですか。つまりお前は庭園と関係があるということになる。これが意味するところは。ええ、間違いなく今までの事件を紐解く鍵でしょうね。何をごちゃごちゃと。私は仕事をしているだけ。グレンデル・ゾルガの専用フォローとして当然のことをしているまでよ。ここであなたたちを始末するのもね。分かったよ、そういうことなら。この場で拘束する。いろいろと確かめないといけないから。だな、今度こそ逃がさない。はい、全てを明らかにするためにも。ここで洗いざらい吐いてもらおうか。シャード隊のようだし、うまく逃げられないようにしないとね。何よあんたたち。いいわ、潰れちゃいなさい。新しい量産システムも構築済みなんだから。新しい量産システム、核を必要としないってことか。この数は厄介ね。報告にないタイプもいるようだが、ひるむな。カッコ撃破で突破するぞ。さあ、やっちゃいなさい。コキよ、私の攻撃受け止めてちょうだいね。
そのまま眠りなさい。グランレッラランデス。ギリさん、アリエス、解放じゃ。ナディアちゃん。容赦はしない。怖かったですけど、これでこの数でも足りないなんて。こうなったらまたどこかの端末をハッキングして。あら残念、それは無理ね。この地下遺跡に引き込まれたネット回線は封じさせてもらったわ。演算力を追加されるのも厄介だし。言ったでしょ、逃がさないって。まさか今の戦闘中に。そう、ただの時間稼ぎというわけだ。人間ごときがこの私を追い詰めるですって。ありえない、ありえない。この華麗で気高い専用フォローの私が状況判断が甘すぎだな。ではそろそろ拘束して。ナーディアちゃん、スウィン君も。悪い、割り込んで。だがどうしても引っかかってな。この場で一つ確認させてくれ。今までも戦っている間もあなたには確かに意志を感じる。あなたは何者なの？一体どこから来たの？何の話よ。言ったでしょ、私は赤のアルテラ。そうじゃない、俺たちは大きな思い違いをしていたのかもしれない。お前が俺たちの妹分から力を奪った、そう考えていたが違うんだな。あなたからはどこかあの子の気配がする。ちょっとした仕草とか言い回し、性能だけじゃなく思考の癖なんかも。最初はエリュシオンコードを取り込んだ影響かと思ってたけど、やっぱり違うんだ。誰が何と言おうと、この力は私のオリジナルなんだから。そう、あなたはラーちゃんの力を奪ったんじゃない。あなた自身がラーちゃんなんだ。本来の意志を書き換えられた自我を持つ AI だからなんだろう、赤のアルテラ。そういうことね。人格が宿るほど高性能な AI、 そんなものはまだ開発されていない。たとえエルシオンコードを奪ったところで誰かがそんな AI を作れるとは思えないわ。誰かが作った AI じゃない。かといってメアちゃんみたいに不思議な存在というわけでもない。私は由緒正しきなのよ。気安く頼っていい存在じゃないんだから。確かにありえるとすれば別の AI を改ざんしたとしか。私は、私は
クレーネル・ゾルガの支援 AI として作られた。私は最初から。そう、きっかけは多分あいつのグレンデル化。あの現象はおそらくゲネシスの力とは別に高度な処理能力がないと実現できない。あれだけの膨大なシャードの制御演算ならとてつもないレベルの強い AI が必要なはず。だが自我を持つほど高性能な AI なんて言いやしない。たった一人を除いて。だから奪ったんだな、あの子。エルシオンコードだけじゃなくラピスの人格と記憶も含めた AI の全てを。ありえない、ありえない、そんなこと。この私が。ありえないはずなのに、どうして私は触覚も味覚もただのパラメーター以上に理解しているの。私は実体の体を使用していたことがある。ランちゃん待ってろ、今助け出せ。困るな、こういうことをしてくれては。アルテラ再起動だ。加えて直前15分間の記憶データを消去、その後休眠状態に移行するがいい。了解したわマスター。あなたは一体いつからそこに。今まで潜んでいた。いや、そんなはずは。それにラーちゃんをどこにやったの。ラーちゃんを出してよ。落ち着け、ただものではない。我々の注意がそれている一瞬のうちに現れた。だがそれだけではなさそうだ。ええ、腕も立ちそうだけど、それ以上に何か異質な。それに彼女を操っているということは、まさか一連の事件の。ここまで侵入しアルテラをしのいだ。想定外も含めて悪くない仕上がりだ。嬉しいぞ3と9。それに侵入者たちも歓迎しよう。ここは褒美も含めて名乗っておくべきかな。私はガーデンマスター。今回の思考は楽しんでくれたか諸君。ガーデンマスターだと。庭園の主ということは、もしかして庭園関係者が糸を引いているとは分析していたが、4人の管理人の上にもう一人統括者が存在したということか。嘘だ、そんな奴がいるなんて聞いたこともない。構成員にすら存在が秘匿されていた。だとしてもどこか妙だけど。いずれにしてもあなたなんですね。あれだけの事件を裏で操っていたのは、スウィン君とナーディアちゃんにあの人形を差し向けたのも、お二人の大切な妹を盗み出して緋色の妖精に作り変えたのも。先ほどの様子からして連続猟奇殺人の主犯格でもあるようだ。ガーデンマスター、思わぬ大物が釣れたが好都合だ。このまま逮捕させてもらうぞ。うん、あんたが本当にガーデンマスターだと言うなら。そうだな、今度こそ俺たちの手で倒す。そしてラピスを返してもらうぞ。いいだろう。3と9の仕上がり、その他も含めて見分させてもらうぞ。シャワー警戒します。手図から見分してやろう。レッツ
私の本気受け止めてちょうだいね。そのまま眠りなさい。グランレッグラダンダス。ジェネレートダイブ正気追撃続けナディアよろしくアーちゃんやっ隙あるしかる宿れ俺の番だそこでいいじゃないか正気肩をつけるクロスナンバーズブーストゲージ上限解放だそらそら介護せよ裁きは私に下す果てよ好きにはさせないわ仕込みは十分じゃ好きやがもっと実力を見せてみろ出番よナーディアそこでよろしくコーチよどうせ正気出力最大だ大丈夫ですか皆さん大いな光の宴会よ我らに息吹を与えたまえありがとうございます上限アップですこれで決める終わりだチャンス何やとじゃあねあんとトロワーコーキよ出番だレイ裏の部分だ行ってちょうだいなかなかの仕上がりだこれからも頑張ります少しはあいつに近づけたかこれで終わりこれは想像以上かしぶとい なんて強さ大したやつだこの人数でも押し切れないとはなええあれだけの剣技執行者以上かもしれないわねお前その剣一体どこで学んだああなるほどお前は気づくかスウィンなんだガーデンマスターというのはいくつかある名前の一つに過ぎない他にはそうだなかつてはエース・オブ・ソーズとも呼ばれていたかあいい加減なことを言わないでそんなことありえるわけがないそんな名を語って何が目的なのどういうことなんだスーちゃんお二人のこの反応はわからないけどあの男にまだ裏があるのは確かなようねそのあたりの事情はゆっくり聞かせてもらおうあら他は全部抑えたみたいねああ君とハーシェル女子の洗い出しなら抜け道などの可能性もないだろうお前はここで拘束する
洗いざれ吐いてもらうぞ。すまない、お酒殿には内輪話は退屈だったかな。もう少し付き合ってあげたいところだが、こちらもまだまだ仕込み中だね。アルテラ、ルートだ。了解したわ、マスター。ここで来るか。悪い方の予想が当たったようね。まさか。察しがいいな。そう、こういうことさ。来なさい、クレンデルツムだ。赤黒い獣。さようなら、諸君。スウィン、ナーディアも次に会う時を楽しみにしているぞ。それじゃあまた次の悪夢で。待って、ラーちゃん、ラーちゃん。結局逃げられてしまいましたね。そうね、この場は仕方ないでしょうけど。ああ、可能性は考慮していたが、奴も取り押さえるとなると少々手が足りん。プラン B に行こう。周辺の捜索に当たれ。指示があるまで手を出すなよ。はっ。スーちゃん大丈夫？あのガーデンマスターってやつのこと。ああ、かつてのエースオブソーズの先代って可能性もありそうだが、いや、やっぱりそもそもが俺たちを混乱させるためのフェイクかもな。そうだよ、そんなこと絶対にあるわけないし。エース・オブ・ソーズ、お二人の知り合いみたいですけど。ええ、二人にとってかなり近しい存在だったようね。6年ほど前に亡くなったと聞いているけれど。そうだったんですね。何にせよ、あの男の言動に惑わされていても始まらん。ここは敵の陣容がはっきりしただけ収穫があったと考えるべきだろう。うん、黒幕はあの男、ガーデンマスター。それは間違いない。何よりラーちゃん、絶対にあいつの手から取り戻さないと。そうだな、俺たちはそのために共和国に来たんだ。それにラピスさんを解放すれば赤黒い魔装機も止められるかもしれません。ガーデンマスターという人以上に危険な相手なのは間違いありませんから。そうね、簡単にはいかないでしょうけれど、そのあたりが見えてきたのは前進でしょう。そういえばメッセルダムやラングポートでも敵らしき存在が確認されているらしいわ。一度そちらと連携するべきかもしれないわね。そうですね、ヴァンさんたちと情報を共有したいところです。うんうん、連絡を取ってみようか。まあこんなものだろう。まあいいんじゃねえか。まあ喜ぶほどのもんじゃないさ。